1969年、フェアレディ Z はオープンボディのフェアレディ SR311 の後を受け、ロングノーズショートデッキのクローズドボディに直列6気筒エンジンを搭載するスポーツカーとしてデビューする。 L20 エンジンをはじめ主要なパーツ類は他の量産車と共有するものもあったが、シャシーは完全にフェアレディ Z 専用。まだ高速道路もほとんど整備されていない日本で、あえてツーシーターの本格的スポーツカーを作り、それをアメリカで売ろうというのは大変なチャレンジだった。当時スポーツモデルでも板羽のリアサスペンションが普通だった時代に四輪ストラットを採用、ステアリングギアボックスもまだ珍しかったラック&ピニオン。タイヤはいかにも頼りない14インチの極細バイアスタイヤ。現代の Z が18インチ245タイヤを履いていることを思うと、30年という時間を感じさせられる。セドリック・グロリア用の L20 エンジンを Z の低いノーズに収めるため、ボンネットの中央は盛り上がったデザインとされた。SU ツインキャブの L20 はグロスで130馬力、現在の 1.6 リッタークラスのパワーしかないが、車重が1トンを切っていたため必要にして十分だった。ちなみに最高速度は195キロ、04、16秒9と発表されていた。随所に時代を感じさせるが、重いバッテリーをバルクヘッド近くに積むなど走りに対するこだわりも多く見られる。自主規制など存在しない古き良き時代のスピードメーターは240キロまで刻まれる。 ZL のミッションは5速、標準車の Z のミッションは4速だった。ちなみに新型 Z に採用された3連メーターはこの S30 がルーツ。左の時計にはストップウォッチ機能が備わっている。シートは簡素なビニールレザー、スパルタンな Z にはこれで十分だった。地盤のないアメリカに単身乗り込み、初代米国日産社長として Z カーの販売を成功させ、 Z の父としてファンの尊敬を集めるミスター K こと片山豊氏。93歳になった現在も自ら Z を運転するミスター K にとって Z とは一体どんな存在だったのだろうか。日産自動車には創業の時代からやっぱりスポーツカーを作ろうという気持ちがいっぱいありました。それは創業者の相川芳助がやはり車を作るなら性能のいい車を作ろうじゃないか。で、世界中の 車メーカーがですね、やっぱり車を作る以上性能のいい車を作って、そしてスポーツカーをその何て言いますかね、一つの旗印にしてた、そんなことをやっぱり彼も考えてたんじゃないかと思うんです。私も非常にスポーツが好きで、もう会社に入った2年目から、このロードスターを買い受けて、そしてそれに乗ってずっともう楽しみました。そういう体験から何て言いますか、アメリカに車を売りに行く時もですね、やっぱりアメリカの市場を見ると、アメリカの若い人も年寄りもみんな一緒になってですね、スポーツカーに乗ってるわけです。でそんなことで、ぜひ一つやっぱりアメリカで車を売るにはですね、実はその1967年に510というダッツのセダンができたんですけど、そのセダンの中にはですね、その鎧の中にちゃんとスポーティーなねアイテムを含んで、オーバーヘッドカムシャフトだとかディスクブレーキだとかいうようなですね、もうサスペンションから
そのスポーティーな性質を持ったものを出しておいて、でそれをテストしながら私は将来の何て言いますかスポーツカーを夢見ていたわけです。でそれが、まあ、あの Z だったわけですね。私はデザイナーでもなければそのエンジニアでもないからよく分かりませんけども、しかし私がお客としてね、もし買うんだったらあんな車が欲しい、こんな車が欲しいという一つの目当てがあったわけです。それはやっぱりノーズが長くてね、そしてその何ていうか乗るところがちょっと後ろの方にあって、そしてこう格好のいいスポーツカー、そういうのがヨーロッパにもありましたから、そのヨーロッパにあったような車のあんな車こんな車というのを混ぜ合わせて、そしてあのデザインする人たちにお願いして、もしこれこういうものができたら嬉しいなと思いながら、あの工場に通いましてね、1965年頃に大体のまとまりがして、そしてまあできたわけですよ。でそれをまあ見せられて、いろいろありましたけども、やっぱり一つ二つ三つぐらいこう見せるものがあって、見せられたんですけども、まあその中から私の好きなやつを一つ選びましてね、非常におこがましいけども、これだろうと、これなら俺売るよと言って、まあ、責任を取ったわけね。おかげさまでそれがね、当たったというか、皆さんその同意してくれたんで、アメリカでもやっぱりスポーツカー、ヨーロッパのスポーツカーというのはね、かなり高級車なんですよ。ですからそう誰でも買えるというものではない。で私はどっちかというとね、若い人から年寄りまでね、誰でも買えるって楽しめるようなスポーツカーをね、どうしても作りたいということだったから、初めからやっぱり値段もね、そんなに高い値段でない、でしかもだけども内容は少しいいと。私はプーアマンズジャガーでも、あるいはプーアマンズポルシェでもね、構わないじゃないか、人が何と言おうとね、自分が乗ってる時にはね、ポルシェ以上のものであり、ジャガー以上のものであると、乗れるようにな車であると、人に言われてその左右されない、自分が自信を持って乗れる馬はね、やっぱり自分のサラブレッドだと、そういうふうに、まあ、自信を持って、売ってましたんで、車を発表して車の形が良かったばっかりでなくてですね、やっぱりプライスイズライトっていうか、その値段がねぴったりだったと思うんですね。そこら辺で、まあ、爆発的な売れ方をしたというのが、まあ、あの Z 成功の元じゃなかったでしょうか。あのやっぱり見て欲しいな欲しいなと思ってる人にね、その欲しい人の懐に合いそうなね車を提供するのは、やっぱり自動車メーカーの仕事だと思います。